に位置する副昇級市、計画短列市に指定されている。長江デルタ南翼経済中心、石膏省経済中心。沿海部の港湾都市として商工業が発達しているが、同時に古い歴史を誇り国務院から国家歴史文化名城に指定されている。年間貨物取扱い量が世界一の港嶺白郷の所在地。日本において中国の地名は、 北京や上海といった主要都市を除いては日本語読みで故障されることが多いが、ネーハは慣用的に忍法と読まれることが多い。地域は甲州湾南岸から三角湾に至る沿海部を占める。ネーハ旧市街は陽光川口から少しそこをした場所にある。川口ブーガンの北林は深み良好となっている。沖合には長山列島が浮かび、 概要は東、シナ海である。西方は、商工市や、大衆市と接する。温暖湿潤気候に属し、年間平均気温は、摂氏17.2度。愛ク王寺島7000年前の稲作文化として、名高いカボド遺跡を有し、春秋時代には、古史の地であった。戦国時代中期に諏訪に併合され、紀元前222年新に統一されて、 海警軍が設置された。東大の海原年間に名州と呼ばれ、南総では、軽減府、現代には、軽減路と称された。二度目の原稿、1281年の公安の役では、江南軍10万、約3500隻が日本へ向け出港したが、帰ってきたものはわずか1割から2割ほどだった。ただ、古くから日本と交流のあった。 旧南宋人は日本で捕虜となった後も処刑されず、除名され、九州などの宋人街などに住んでいた。明建国間近の1367年、再び、明州の故障に戻り、新大に、寧ハフと称されるようになった。この故障が現在でも受け継がれている。東大から、日本、白木、東南アジアの船が往来し、そう、元の時代にも、 日本の仏像が誘惑した。そうだより、四白紙が設置された。外国船の入港地が国ごとに決められていた秋代には、ネイハが日本の指定港となり、日民貿易が行われるが、1523年のネイハの乱の後に、日本船の入港が禁止されると、和校や海賊の横行が激しくなり、16世紀半ばには、朝廷から朝廷を拒絶された。 ポルトガル船が沖合の総書で密貿易を行った。16世紀末、から入りを試みた豊臣秀吉は中国征服の後は自らの境内派に構えようと考えていた。1842年の南京条約で対外開港した。また、日中戦争時には日本の731部隊によるペスト金攻撃の標的となった場所としても知られている。 1940年10月27日早朝の攻撃では、低空飛行の飛行機から細菌を巻く方法で行われ、この時使われたのみは、ペスト菌を持つネズミの血を吸い、ペストのみとなったものだった。のみだけではうまく目的地点に到達しない恐れがあり、また着地のショックを和らげる必要もあって、穀物や麺にまぶして投下した。 11月3日までに37人が死亡し、カビ病院の定立性院長が、犠牲者の症状を、ペスト菌であると宣言している。6しかつく、2研究、市2件を管轄する。ネイハチクネイハ市、天一広場2003年の経済実力は、全国第12位にあり、市営経済が、極めて発達している。 また外国からの投資も活発で、2003年の輸出額は188億米ドルに達した。2008年、甲州湾を横断して、ネーハと上海を結ぶ甲州湾海上大橋が完成した。海上橋としては世界一の全長を誇る。ネーハ市は、関東に小東岸市と並ぶ中国最大の射出成形機生産地であり、 関連の部品メーカーを含め多くの企業がこの地域に集積している。中国本土製射出成形機の50%以上がこの地で生産されていると推定され、世界生産の3分の1を占める。名発市北リンクには、デマーグや住友重機械工業ほか韓国、台湾系やイタリア等のプラスチック機械メーカーが進出。 世界最大の生産販売台数を誇る、ネ波ハ回転集団もここに生産拠点を構える。1995年、韓国のサムスン重工業も進出し、造船所を運営してきたが2021年に閉鎖を発表した。ネ波ハ市の地下鉄路先筑空港鉄道線道路バス、中国に現存する。 最古級の蔵書閣の一つ、天一閣の御事と京閣沈海区の招き宝山にある宝大跡地。神仏戦争で、霊波を攻めたフランス極東艦隊との間の戦績。ありがとうございます。